はい、よろしくお願いします。お願いします。緊張しますね。緊張するさ、なんか番組みたいで。いや、番組そんなに大げさなもんじゃないですよ。で、まあ、ゆとりさんがコーチングしてくれるっていう話をもらってから、はい、あの時はちょっとすぐお願いしようか迷ったんですけど、 ADC の操作にすら慣れてなかったんで、こんな時期になっちゃったんだけど、まさか実現するなんて思ってなかったんで、嬉しいですね。僕も、はい、嬉しいですね。いや、なんか本当にちょっとそういうのもやってみたかったっていうのもあったんで。なるほど、はい。前回のコーチにはいじめられたんでね、優しくお願いします。そうですね、もっとさらに上を行けるように頑張ります。はい。配信そんな遅延ないですね。これどうですか、ドランシールドとドラン剣どっちがいいですか。ドラン剣でいきましょう。わかりました。ちょっと相手、連戦強いんですけど、はい、そこまでハラスが強いっていうわけじゃなくて、オールインとかそういうのは強いんで、はい、まあ、ドラン剣で、まあ、相手のハラスできるスキルってルシアンの QW とかなんで、まあ、基本的にルシアンの、まあ、ブリンクとかレオナのブリンクとかこう気をつける感じでやれば。わかりました。なんかルシアン狙うよりかはレオナでいいんですか。レオナ、はい、サステインないんで、レオナの HP 削っておけばレオナもオールインしたときにアフターショックなかったらそのままキルできる。なるほど。なんかアリスターとかでなんかレオナとか硬いやついるとあんま狙わなかったんですけど、はいはい、いいですねレオナで。まあアリスターはサステイン持ってるんで、あ、狙わない方がいいんですけど。ロルもラグいな。ラグそうですね。ロルの方もラグいな。はい。まあ、ちょっと。これは死んだかな。まあいいのはちょっとフェイステックがまずかったですね。まあ、こんな感じでサポート倒されちゃったら正直エズリアル側としてはもう連戦の主導権取れなくなっちゃうんで、はい、初手普通であればまあシーンとか行くんですけど、はい、こういう時ってもう帰っていいですか。あれ帰った方がいいっすね。わかりました。そうですね、たまにシーンから行く人いるじゃないですか、はい、あれの利点って何ですか。シーン、はいはい、行った場合は連戦強くできるんで、はい、でティア行くと完成するの早くなるんですけど、はい、ラマナとかティアが、はい、でもシーン行くことによってあの連の強化をして、まあ、そこからこう連で主導権握るためにシーン積むって感じですね。結構競技シーンなんかだとほとんどの場合でシーン選んだりしてます、ね、なるほど。ユタボンさんも WCS で、はい、そうですね。でも僕間違えてこれE を2レベルに上げてしまってるんですけど、でもまあ大丈夫です。まあ大丈夫ですよね、問題ないですよね。そうですね。で一応なんかコンボとしては、はい、WQ っていう順番で、わかりました。 W やって Q 当てればマナを回復するんで狙える感じで。今のはその、はい、レオナのいい食らったタイミングで一応スネアなんで、はい、スレスがちょっと止めたんですけど、はい、早く E 使わないと Q のレンジに入ってたんで、そういう場合はもう迷わず早く E 使ったんですけど。フラッシュがでもこれタリアが寄ってるんで、あ、でもアムムいるからちょっとこれはだいぶされてしょうがないですね。こうなることが多いんですよね、僕の ADC。タワーに押し付けられて、ファーストタワー、おられることが。そうですね、なんか、やっぱ最初にこう、サポートが死んじゃったんで、結構、こうなるゲーム展開になっちゃうのは、かなりしょうがないんですけど、さっきのシーンだ、はい、最初にスレッシュが死んだところで言えば、はい、フェイスチェックしに行ったじゃないですか、スレッシュが。はい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 、なんかそういうのを、エズリアだったらちょっと下に移動して Q 使っているかいないか確認したりとか、ブッシュに、はい、とか自分がこうワード刺しに行ってエズはブリンクあるんで、それかまあなんかバックピンとか鳴らしてちょっと今危ないよみたいな感じで教えてあげると、割とそういう事故みたいなのが
防げたりするんで。わかりました。ソロランクではかなり重要かなって思いますね。意識が難しいな。俺のピンに従ってる人見たことないんだよなあんまり。そうなんです。俺のピンに従ってる人あんま見たことなくて、このゲームで。あ、これはあれっすね。あ、こういう一発目からこんな苦しいよ。まあなんか言うとするんであれば、レオナがこうスレッシュにはもう9使ったんで、はい、E はこう使わなくてももうレオナのスキルないんで、はい、相手のウルトに合わせてフリック使うっていう感じですね。もうこの時点だと飛びつかれたら絶対死にますもんね、どっちも。そうっすね。まあまたアムムも来てるんで、これかなりきついっす。あ、でもパワー下でタリアのウルト入って、これレオナキルできそうっすね。ダブル入ればフラッシュで、これは、あ、でもタリアが、タリアがこれアムムをダブル上がってできそうですね。これルシアンを、ああ惜しい、頑張って。あ、でも何もできないですね、やっぱこういう時にエディシは。これもうこういう例になることが多いんですよね。こうなった時の、はい、ま、負けたエディシの、はい、そのソロ級でやることってなんすか。いや、まあ、何もできないっすね。こういう時の寄る時とサイドレーンでファームしてる時のそのなんか中途半端になっちゃったりするんですよね。なんかここら辺でうろちょりしたりすることが多くて。あ、わかりますわかります。はい、こうなっちゃってタワーがもう10分前とかに割れちゃったら、はい、選択肢として2つあって、はい、相手がデュオボットは大体トップにこうスワップして、次はヘラルドとトップのファーストタワーって感じで狙ってくるんですけど、はい、そこを2対2で合わせるか、こっちもスワップして合わせるか、はい、もう味方にもうあのお願いしてちょっとボットをセカンドタワーの前でウェーブ止めてずっとフリーズしてファームするかのこう2択があって。敵を倒しました。なるほど。っていう感じですね。これいつもトップ行ってますね、その時。されました。まあ、基本的にトップ行くのがいいですね。じゃないとトップレーンの人とかからしたらもうマイナスでしかないんで、それやられると強えデュオボットがトップに対面に来て無理だみたいな感じで。わかりました。じゃあ今回も僕たちトップ行きます。やっぱりエツオは、結局パワースパイクは2コアとか3コアでムラムラできたタイミングなんで、全然ワンチャンありますね、これチームファイト。わかりました。あの、スタミさんが頑張ったらいきます。わかりました。はい。で、相手としては、ここからトップとボットのタワー取れてて、はい、で、アムムも多分ドラゴンを取ってるのかやってるのかわかんないんですけど、はい。あ、取り終わったんで、次絶対相手としてはヘラルドで、アクション起こしてくるんで、それに合わせてウェーブを押し切ってるといいですね。今のタイミングだったらウルトをトップのウェーブに使って、もう使っちゃっていいですか。分かりました。ただトライから来る可能性ある。一応マップ見ながらスレッシュ近くにいるんで多分大丈夫なんですけど、押し込んで。キリンスプリー、あ、いいっすね。あ、全然カムバックしてるんで。押し込んだらリコールでいいですか。殴った方がいいですか。タワー、あ、今リコールでいいと思います。わかりました。チャンスがあれば今レオナミッドに移ってるじゃないですか。はい。だからああいう時にこうダイブしたりしたらピッケル買った方がいいかもしれないです。ああ、ピッケル、ピッケルのガントレット先じゃなくて、はい、ガントレット先でもいいんですけど、はい、キルとかアシストも拾いやすくなるんで。わかりました。 ADI 上昇してたら、はい、結局もうこっからもうエズ多分ファームするだけなんで、もうこういうの無視していいですか。こういう時に、はい、今のミッド行くのがいいですね。あ、理由としてはこのトップの今のウェーブは触らなければこっちのプルウェーブになって、はい、ちょうどゆっくりトップのセカンドタワーの前までかなり時間あるんで来るのが。なるほど。あるんでミッドカバーするのがいいですね。やっぱり負けてる時こそそのカバーの動きかなり重要になってくる。で、今みたいにこうやって守りに行かなきゃいけないんですけど、こうなると今トップのタワーが、あ、トップのウェーブが中途半端になっちゃってて。なるほど。あのウェーブのロスとかこれ
4ウェーブ3ウェーブ分ロストしちゃうことになるっていう感じですね。まあ、ただレオナ来てますね。レオナレオナで倒してるらしいですね。あ、でも死んだ。うまい。でもカサリンにシャットダウン入ってるんで全然いけますね。まあ、こっからなんかチェイスするんですけど、バックピン鳴らした方がいいです、これ。これですか？これあのアムも来るんで絶対下がった方がいいです。今戦った後なんで。味方が倒されました。あ、これジャックスいきます、ね、ナイス。敵を倒しました。キルは拾えてないんですけど、でもあカサディンが育ってるんでシンドラやれるかな。あ、9でナイス。いけるいける。ルシアン上から来るんでルシアンだけ気をつけて、それでバックかな、バックできるかな。いいよ壁で。あー惜しい。トップのミニオン、なるほどな、わかりました。そうですね、もうこうなっちゃってますもんね。そうですね、こんな感じになって、まあでも相手が拾ってなかったんで全然良かったんですけど、もし相手がさっきのウェーブ拾いに行ったらかなりロストすることになるんで、これ今多分タワーに当たってミニオンこっちの消えたんで相手のプッシュウェーブになってて、今こっちの方がウェーブの有利取れるんですけど、こういう時ってヘラルドあって、はい、はいはい、レネク TP あるんで俺こっちでいいですよね。そうですね、レネクボット行ってほしいですね。あ、やべえ死んだ。なんかこんな感じでやっぱメレーなんでこうウェーブ拾えないんですよね、高い位置で。まあこっからもうしょうがないんでヘラルドギブしてアリアンボットなんで、相手がヘラルド取ってきたらプッシュしてるウェーブとかレーンを見て、あ、ヘラルドの使う先を考えるのがいいですね。はい、でまあこの状況でも全然ユズにとってはファームできてるんで、まあ、焦らないで、さっきみたいにファイトになったりしたらキルとかも拾えるんで、はい、まあ、ファームしていく感じでいきます。で、こういう時に気をつけなきゃいけないのが、ミッドのシンドラが消えたタイミングでは結構もう人数差でギブしなきゃいけない状況があるんで、そこだけ気をつけた方がいいですね。ミッドが消えたらタワー捨てるとか、なんかウェーブクリアするとかで判断変えた方がいいですね。ボットだ。敵を倒しました。ナイス。ボットこれ一緒に行った方がいいですか？タワーが破壊されました。いるんですけど、これはあのトップがいいと思いますね。わかりました。レネクがあの多分レオナが持っててヘラルド、あ、敵のコストライフ、敵かな、無糖でゆっくりファイトしたら来ます。あ、ルシアルシア、これレネクが後から、レネクじゃないよ、ジャックス来ると思うんで一応下から考えながら、あ、大丈夫ですね、はい、これ全然本当にカムバックしてる、相手スローしてるんで、これは本当にスタミさんチームファイト頑張ったらキャリーできますね。わかりました。頑張ります。これってチームファイ、はいはい、QSS ってゆとりさんなら買いますか？僕は買ってもいいとは思うんですけど、はい、カサディンタリアっていう感じでいて、はい、まあ、正直ベズリアルまで多分そこまで CC を、ね、あの当てに来ないと思うんで。なるほど、はい、ここは別にいらないかなって感じです。これはもうバックした方がいいですね。バックピン鳴らした方がいいです、こういう時に。早く。わかりました。バックピン鳴らした方がいいです。危ない。こんな感じで、タリアと今、実は下がってたじゃないですか。はい。でもスレッシュだけまだやりたいみたいな感じで、こう前に出てたと思うんですよ。はい。そういう時にすぐさ、バックピン鳴らすと、あの、下がらせることできるんで。そしたらスレッシュも今、フラッシュ使ったのを温存できたんで、なんかそんな感じでもうファイト無理だなって思ったら早めに使うのがいいです。これジャックスソロなんで狙
狙えるか。未来の時空は不安定です。あ、でもこれはやんない方がいいですね。スレッシュがヘルスない。 ADC はずっとシンドラが見通してくるんで、はい、そこでファームするのがいいですね。で、ファイト起きそうだったらとか味方のアクションを見て寄る感じで、シンドラに気をつけて。そうですね、いい感じです。トップで戦ってるんで Q でやりつつ寄っていきます。あー、これシンドラフラッシュもヒーローフィート入った方がいいかも。あー、俺らシンドラフラッシュ使っちゃったんで。なるほど、もうすぐ切るべきやったか。そうですね、まあ、ただ勝ってるチームは割とこう前に出すぎてスローしたりとかもあるんで、はい、まあまだね、全然諦めずに。で、今ルシアンとかこうやってリコール見えてる時は2ウェーブ押せるんで、早めにこのウェーブプッシュしちゃって、で、今ラプターとかも勝っちゃっていいと思うんです。下あ、もうはい、わかりました。こういう、はい、クリープとかも相手が勝ってたら割と相手に取られることもあるんで、あと基本的にここからバロンをチームとしては見なきゃいけない。味方が倒されました。あ、サーディン死んじゃったんで、これ相手バロンプレッシャーですね。アリアンボット見えちゃってると思う。ウルトが上がると思うんで、ミニオン処理してからウルト打った方がいいかもしれない。スタリアのウルトもある。あー、ツレッシュが来た。今ウルト使ったらいいっすね。はい、いい感じです。やってますよね、これ。いやー、惜しい。アムムーのヘルスないけど、いやー、これ下がってもいいっすね。わかりました。味方が倒されました。動けなくなるだけか。味方のタワーが破壊されました。これはジャックス行きましょう、行きましょう。もう強引に、もう強引に行くしかない。あ、これバックしましょう。これしょうがないです、全然。あ、ミッドでワンチャンあるかな。シンドラトップなんで。あ、でもヘルスないですね。アムムの認識をつけた方がいいです。味方のタワーが破壊されました。これ今カサディ戻ってるんで、ディブして上側一本守りたいですね。味方のインヒビターが破壊されました。味方のインヒビターが破壊されました。うまく9で味方のインヒビターが破壊されました。レオナのウルト気をつけて。まずはさすがシャットダウン。あー、悲しいっすね。レーンで負けすぎたな。味方のタワーが破壊されました。あー、そうっすね、多分ちょっと配信も多分かくついてて、これボットサスもんね。はい。まあそうっすね。あー、これちょっと、いやでもまあ、あのマッチアップ的に序盤結構きついんで、はい、正直なんで、そこでこう死んじゃったんで、まあ、そこうまくこう死ななければ CS とか負けててもアイスボーンできたタイミングとかで結構ウェーブクリア早くてどうとでもなったりするんで。なるほど。結局はい、次をにこう生かせばいいんで、今のこのなんていうんですかね、ボット差だなっていう感じで思うんであれば、すごいこう、はい、いいマインドというか、まあ、そういう感じなんで。ちょっと今の試合で、はいはい、ウェーブクリアの、はいはい、あれちょっとウェーブの押し引き学んだんで、次の試合で、はい、あえてウェーブのこと言わないでくれますか。はい、俺自分でちょっとやってみます。あ、了解です。はい、ウェーブの時だけ。はい、間違ってたら言ってください。お願いします。